今日はヒカキン TV を見よう。鬼からの電話の動画を見よう。なんじゃこりゃ。バカキン TV エビです。ヒカキン見たかったのに変なやつ出てきた。今日はアプリを紹介。鬼から電話がかかってくるアプリがあるんだって。早速やってみよう。ああ、鬼から電話来た。なんで？なんでって自分で鬼からかかってくるアプリやったんでしょ。なんで僕の電話番号知ってんの？怖い。ビビりすぎでしょ。本当に鬼からかかってきてるわけじゃないでしょ。いつまで電話かけてきてんだよ。地面に携帯叩きつけちゃった。もうこんなスマホいらない、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 いらない。ああ、スマホ壊しちゃった。何やってんだよ。新しいスマホ買ってきたよ。実は鬼から電話かかってくるっていうアプリがあるんだって。どんなのかな。どんなのってもうやったじゃん。忘れちゃってんの。バカだな。それではやってみよう。ああ、鬼から電話だ。なんでまた僕に鬼が電話かけてきたの。なんですぐアプリやったこと忘れんだよ。怖すぎる。とんでもない量漏らしてる。いつまで電話かけてきてんだよ。また地面に叩きつけちゃった。こんな携帯いらない。ドリル使ってスマホ壊しちゃった。ほんとバカだな。なぜかすぐスマホが壊れるから新しいの買ってきたよ。なぜかって自分で壊してるだろうが。今回は壊れないようにめちゃくちゃ頑丈なやつ買ってきたよ。そして鬼から電話がかかってくるアプリがあるんだって。まだ言ってるよ。なんでそのこと忘れんだよ。早速やってみよう。ああ、鬼から電話来た。なんで？もうバカのレベルを超えてるよ。ああ、怖すぎる。もううんち漏らしちゃってるよ。最悪だ。二度とかけてくるなよ。こねろこねろこねろ。また壊そうとしてるよ。鬼、これでとどめだ。なんでやられないんだ。頑丈なスマホにしちゃうから。こうなったら食らえ。肘ぶつけて大丈夫か。大丈夫じゃなかった。なぜか肘以外もズタボロ。こうなったら最後の手段だ、 TNT。 そんなの使わなくてもアプリ終了すればいいだけじゃん。鬼、これで最後だ。さよなら。鬼やっつけるつもりが自分やっつけちゃってるよ。さすがバカキン、ダメだこりゃ。チャンネル登録よろしくお願いします。